이제 카운트 하시면서 고요맨 0 3 2 1 GO! 無事ワラに対するアドバイスの出し方が前と少し違ってきましたよね。このコンソールが終わりましたね。なんていうか以前はもっと単純で具体的でしたが、それだけ無事ワラが成長してきているってことは、これはなんだろう。リンが化けて、ケースが違わなく相手が変わってきているって意味だ。無事ワラが短期間のうちにめきめき進歩していくのはこのおかげですよ。薄々は感じてましたけどね。だけど今回はちょっとやりすぎたかもしれない。相手があるとしたら、全てを予定通りにコントロールできない。だから好きに、無事ワラの前に置いてしまう。レールが車輪庫の接触面でのまさかの悪い、優が一キャラが一つ、ブレーキングでは、アンダーかオーバーのどっちかが極端に出る。どこまで行っても優キャラでなく曲がりは徹底だが、そんな車は世の中には存在しない。だって、コントロールできないアンダーより、コントロールできるオーバーを始めたら作っておくんだ。それが
우와! 스레떨어 스레떨어! この 雨の 中で あの ドリフト は すげえよな! 見てる こっちが すぎれちまうよ!2000の重量は1キロが約30トン。しかし相手の300系はおよそ15トン、倍以上のウェイトハンドル。軽量化に勝る注文具はない。止まる、曲がる、加速する。あらゆる局面において藤原には不利な状況。今までのバトルとは違う正反対の発想が勝利。 相手の走りとコースを見極められなければ勝つことは不可能です。こんなことは今まで一度もなかった。いや、マジで。それにしてもよくついてこれるもんだ。一定距離離れたところから振り切れそうで振り切れない。こっちが普通に走ってさえればそれだけで終わるバトルじゃなかった。 この雨が防げんだ。この状況ならこっちが圧倒的に有利なはずなのに、俺よりも奴の方がリスクを冒して、マージンを削り取っているというわけか。バトルはまだ始まったばかり。最後までその危ない綱渡りが続きゃいいがな。信じらんねえよ。300系ってそんなに速い車なのかよ。あの無敵の2000 ダウンプレイスがついていけないのか。ついついやがってだんだんムカついてきた。意地でも追いついてプレッシャーかけてやりたい。あっ、京一さんのやり方ってひょっとしてあれのことか。京一さんの得意技って言えば絶対やるだ。あれを出すためには
どうしてもこの距離を詰めなきゃ。絶対に追いついてみせるぞ。くそ、何なんだよてめえはよ。気分悪いぜ、どんどん近づいてきやがる。どう解釈すりゃいいんだ。渡の8500はこの車についてこれなかった。わかんねえぜ、なぜ雨の中でこんなに速えのか。何かを仕掛けようとする気配だけがビンビンと伝わってくる。くだらないことは考えないで、おとなしくそこにいりゃいいんだ。ふざけんなよ。今、アザミの通過したってさ、40-50メートルの差らしいぞ。わからない、頭がクラクラしてきたぜ。無線が300についていけてるのは異常だぜ。アップダウンのきつい前半は勝負どころだったはずなのに。俺のシミュレーションはありえない事態だ。雨は俺たちにとって有利な材料じゃなかったのか。前半で決められないとしたら、このバトルもつれぬぞ。無線のドライバーの計算できない能力、 100% 勝てると思っていた作戦の土台をぶらつかせてやるぜ。分かる、無線のボディ全体から伝わってくる。濡れたレールに食いついた車輪が滑り出すギリギリの感触が手に取るように分かる。絶対捕まえる。カウンターアタックを仕掛けるチャンスは1回か、せいぜい2回。自分がコーナー早い相手にカウンターは無理か。いや、そんなわけない。一回失敗したくらいで諦めんな。次が最後のチャンス。凌介さんができると言うんなら絶対できるはずだ。あいつには怖さってもんがないのか。これだけ近いと水煙の煙幕が視界を遮る。ただでさえ見にくい夜の雨に加えて、俺の吹き上げた水煙で視界は絶望的に効かないはずなのに。疲れた？化け物かよてめえは。逃がすもんか。カウンターアタックを仕掛けるチャンスなら絶対離されない。水煙に遮られた視界をもろともしない藤原の屈指は、東道塾の第2ラウンドでブラインドアタックと同じ性質なんだ。していた頭の中に浮かれている藤原はこの能力が突出して高いんだ。コーナーのアークで限界スピードを瞬時に受ける。目印のない動きがクリーンに感じている。全てはイメージだ。それこそ藤原の天才的なテクニックを支えている原理の意識。バカ野郎、突っ込みすぎだ。トンネルの中はきつい左だ。どうすか、どう、何が何だか分かんねえけど、すげえラッキーけど、今のミスでまた少し離された。やっぱりカウンターもダメだ。通用しない。カウンターアタックじゃないとしたら凌介さんは。くっ、この先の平坦なストレートが俺にとっての最大の泣きどころなんだ。無事でここで抜かれるわけにはいかねえ。くっ、ダメだ、マジわかんねえ。カウンターじゃないとすれば、どうすれば。こっちだって仲間内の対面ってもんがあるんだ。絶対に俺の前には出さねえ。何が何でも先に近くに飛び込んで、このまま逃げ切ってみせる。もう時間ない。考
考えてる暇ない。わかんねえ、行くしかない。やったー、来ましたよ池谷先輩。俺消えた。全員いなくなった。バカな、ありえねえ。タコタマ川までぴったりと前哨灯が張り付いていたはずだ。全員が消えたら、ありえない。一体どこに消えたってんだ。まさか、そんなことが。伝承灯を落とし闇に紛れて、ドリフトもブロックもできない地下区間で仕掛けてくれた。文句の一つも言いたいところだが、こいつはレースじゃない。抜いたり抜かれたりの追っかけっこより、こっちの方が俺には合ってる。旧玉川線区間で前に出られたままでいられるかよ。絶対捕まえてやるぜ。そんなに差がついてるのか。いや、今は自分の走りに集中しよう。近くに決まって相手が見えないのはあっちも同じだ。負けることがあるのかよ。この条件でお前が。絶対俺は信じらんねえ。一体何があったんだよ。信じるも信じないも、こっちが有利なはずの中盤まで食いつかれてアドバンテージを作れず、確実に抜ける地下区間でやられただけだ。グラインドアタックはきっかけに過ぎなかった。ひょっとして300回が合わなかったとか。いや、車は申し分なかった。考えられる最高のパフォーマンスだ。相手があいつでなければ間違いなく勝っていた。おいおい、しっかりしてくれよ。なんだよそりゃ、素人じゃねえんだからよ。なんと言われてもわかんねえもんはわかんねえんだ。どっちが早いとかそんな単純な話じゃない気がする。お前らだってあの2000には勝てなかったわけだろ。もうたくさんだぜ。俺は心底自分に自信がなくなった。しばらく立ち直れそうもねえや。あいつは何かが根本的に違う。